はい、というわけで早速本題に入ります。吉松でございます。ということでね、今日はちょっと公園のねパーキングでやってますんでね、はい、まあ昔やりましたんですけど、ちょっと新しいとこもあるんでまたもっぺんやりますけど、この黒岩十五先生のドカンタレですね、人生塾というところからですね、今日はご紹介をします。はい、ということでですね、まあ今日はね、男女には禁句があるという、まあ、相談があってですね、いろいろこう回答してみるので、まずその今からちょっと、ね、読んでみますね。はい、ご用とお急ぎでない方はお付き合いください。まず質問者、26歳男会社員、彼女に二股かけられていた。そして彼女は言います。人生を預けるんだから当たり前でしょ。二人を比べて出世しそうな方と結婚するつもりだったようです。こういう考えって正しいんでしょうか、という質問がありましたね。それに対してですね、この黒岩先生ですね、この黒岩先生がですね、この黒岩先生がですね、答えているのはですね、この女、俺は正直者だと思う。ね、口ではどんな綺麗事を言ってても、女の本音はこんなものやと。メス猿はボス猿に集まる。うん、これは自然の原則やろ。太古の昔から女は家を守り、男は外に出て狩りをし、あるいは金を稼いで帰ってきた。その時に獲物や金額が多い方が望ましいのは言うまでもない。つまり社会的に出世して大金を手にする男の方が女には好まれると。誰だって貧しいより豊かな方が豊かな生活を送りたいやろとね。夫婦喧嘩の原因なんてほとんどが金か浮気なんやでと。ただこれは禁句だと。男女の関係だけではなく人間関係ではそれを言ったらおしまいという言葉がある。君はその言葉を彼女に言わせたね。うん、だから人生預けるんだったら当たり前にしようということを彼女に言わせてしまって、まあ、喧嘩したんでしょうきっとね。彼女は君との関係が壊れてもいいやと思ったんやから、このまま付き合ってもいい、目は出ない、まあ、いいことないだろうと。修行させてもろうたと思ってスパッと別れろと。で最後もう一回 A か別れるんやでということで念をですね押してみます。 A か別れるんやでと。うん、ねこれは大変ね、意味深な言葉でしてね、あ、やっぱり私もそう思いますよね。まあ皆さんもそう思うと思うんですよ。つまり二股かけられていたということを男が知ったんですよね。で知って、そして男が知った後にですね、まあ彼女にそのことをまあ問いただしてですね、彼女のまあおそらく二股かけられていた証拠をおそらく出したんですよね、きっとね。うん、だからそういうことをするということ自体がその女に対してですね、非常にこう浅はかなことをしてしまったという、そういうことだと思います。で今日のあれは禁句というのはそれを言っちゃおしめよということで、トラさんということになってますけど、まあそういうことですよね。うん、まあやっぱこれははっきり言えばケツまくったということなんで、うん、だからまあおそらく黒岩先生の言うようにですね、これをうまいことまた何とかなだめすかして持ち直してもですね、まあ、この女にとってはもうこの男男性はもう初めからこの禁句を言わせた瞬間にもう終わったということです。はい、皆さんどう思われますでしょうかね。またコメントください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。